マジ？それやばくない？テンション下がるわ。めんどくせ。とりあえずミッフィーで。翼さんとアトムだって。おい、なんだ？なんだ？あ？おい、行っちゃう？行っちゃうでしょ。おい、行っちゃうぜ、うん。ねえ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 。こんな時間にどこ行くの？俺らとどっか遊び行かね？なんならそのままお泊まりコースってのもありなんだけど。うっ、なんだよこれ。おい、なんだよ二人とも。いいんだよ。ユリ、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 ダメじゃないか、ユリちゃん。さあパパと帰ろうな。うん、大丈夫か。ちゃんは縄文時代の妖怪ハンター。僕、ドキゴロウと一緒に現代の妖怪を退治しまくるドキよ。ああ、杉原誠というしもべもいるけど、こいつはどうでもいいドキ。さあ、今宵はどんな妖怪と戦うドキね。妖怪人形使い登場。幽霊？うん、最近この辺りでよく目撃されるんだって。へー。夜中になると白い服着た女の子がフラフラーって。誰か寝ぼけて歩き回ってるだけじゃないの？そうかな。だいたい幽霊なんているわけないし。あれ、妖怪ハンターの幽霊信じないの？うん、人は死んだらそれっきり、跡形もなく、綺麗さっぱりなくなるものなの。パーッとね。それさ、なんか寂しくない？そう？あの、すいません、道をお尋ねしたいんですけど。はい。ん？3の12の、あ、ここここ。ほら、さやま。すいません、ありがとうございました。いいえ、じゃあね。最高、よいしょ。どうしたの？いや、今、あそこ。ん？え？何？何？ん？北川くん？課長、ゆりちゃん、具合いかがですか？え？一週間もお休みだから、つきっきりで看病されてるのかなって。あの、よろしかったらこれ。気遣いは無用だよ。君は赤の他人なんだから。ちょっと、そんな言い方しなくったっていいじゃない。せっかく持ってきてくれたのに。ねえ、ドグちゃん。何なんだ君たちは。私はドグちゃん。あ、杉原です。道に迷っちゃって、そしたらこちら。とにかく、うちのことはほっといてくれ。課長。なにあれ、感じ悪。見えて決して悪い人じゃないんです。ただ娘さんが体があまり丈夫じゃないらしくて。それで看病するために会社を。ええ、このままだと会社もクビになっちゃうんじゃないかってみんな言ってて。奥さんは何やってんの？ずいぶん前に出て行かれたって聞いてます。じゃあ男で一つで育ててるんだ。はい。
私今の会社に中途採用で入って、右も左もわからない時に課長に随分とお世話になったんです。好きなの？え、そうなの？そんなんじゃないです。だよね、あんな偏屈味ねえ私もう一度行ってみますね。また追い返されるかもしれないですよ。それでもいいんです。それじゃあ、じゃあね。けなげな人だな、絶対誰かさんたちが、うん、ユリ、入るよ。少しは食べないとな。ほら、お粥作ってきたぞ。インスタントだけど。パパ？ん？あの人でしょ。前にパパが話してくれた人。うん、まあね。パパがいいなら、私はいいよ。え？すぐにはママって呼べないかもしれないけど。いや、別にパパはそんなつもりじゃ。照れちゃって、顔真っ赤だよ。こら、パパをからかうんじゃない。食べたら薬飲まなくちゃね。今持ってくるから。はい、パパ。うん。ただいま。ただいま。おかえり。あれ、何読んでんの？はあ、週刊誌。ちょっと見せて。どれどれ。うわ、くだらな。これが噂の幽霊屋敷だ。だって。あれ？これさっきの絵じゃない？え？あ、本当だ。2階の窓辺に年頃の娘の幽霊が出るそうだき。幽霊じゃなくて本当にいんの、娘さんが。そんなはずないどき。なんで？この家の娘は10年前に事故で死んでるどき。は？ちょっと待って。噂の幽霊屋敷は都内大手企業に勤める A さん51歳の持ち家である。近所の人の話によると、 A さんには小学生の娘がいたが、10年前交通事故でこの世を去り。え？じゃあ僕が見たの？まさか。あれ、見ちゃった時か。それってもしかして。何？何？妖怪じゃない？妖怪？ドキゴロ、偵察してきて。了解、行ってきます。ドキ、あの家なんか匂うんだよね。匂った。うん。コーヒーでいいのかな？どうぞお構いなく。すぐおいとましますから。あ、参ったな。課長？大丈夫ですか？どうしよう。私やります。うん、すまないね。いいえ。二つでいいんですよね。うん。え？どうして？社食でいつも。ああ、見られてたか。ごめんなさい、気持ち悪いですよね。あ、いやいや、そんな。あ、
ゆりちゃん。ああ。かわいい。今高校生でしたっけ。うん。最近の写真はないんですか、パパ。あ、ちょっと失礼。はい。そんなことないよ。あ、大丈夫。ユリは何も心配しなくていいからね。大丈夫。お邪魔してます。あ、ユリ、ちゃんとご挨拶なさい。あ、申し訳ない。いえ。めったにお客が来ないから照れてるのかな。怒ってるんじゃないかしら。え？ちょっとわかる気がします。私、早くに母を亡くして父とずっと二人暮らしだったんです。父が私に気を使ってるの分かってて、お父さん早く再婚したらなんて言ってかえって困らせちゃったりして。課長はされないんですか。え？ごめんなさい、余計なことを。あ、いよいよ、そんな。おお、大人の恋愛ドキ。あ、それどころじゃないドキ、調査開始ドキ。調査とき遊び、調査とき遊び。な、いたいた。足はあるときね。ってことは幽霊じゃないときか。ああ、そういうことだったときか。こりゃ大変だ。アドブちゃんに知らせなきゃ。そろそろおいとまします。うん。北川君、晩ご飯食べていかないか。娘も一緒に。はい。買い物なら私が。いや、いいんだ。そこの店のワインなかなかいけるんだ。じゃあ私、冷蔵庫にあるもので何か適当に作っておきますね。すまないね。いってらっしゃい。うん。もしもし、祈る？見つけたわよ、権利書。平気平気。席入れたらすぐに監禁しちゃえばいいんだから。そう。気がついた時には私たちは遠い海の向こうってわけ。子供？ああ、娘がいるけど別に大したことじゃないわ。
聞いてたの？立ち悪いわね。なんとか言いなさいよ。あれはいわゆるラボドールというやつドキね。でもさ、動くの見たんだよね。それは人形使いの仕業ドキ。人形使い、うん、妖怪検索。人形使い、人型に取り付いて生きているかのように振る舞う妖怪ドキ。昔から多くの人間を惑わしてきたドキよ。いじめないで。人形使い、覚悟しなさい。大変だ。しっかりしてください。大丈夫ですかねえ。しっかりしてください。しっかり。何があったか知らないけど、人間を惑わすとどうなるか思い知らせてやるからね。惑わすだと？惑わせていたのはその女の方だ。北川さん、北川さん。まあいい。とにかく俺のおかげであの男がどれだけ救われたのか分かってるのか。救われた？10年前、あいつは自分の不注意で交通事故を起こし、たった一人の娘を亡くした。もともと不仲だった女房は奴を責め続け、やがてこの家を出て行った。それから10年の月日が流れた。娘が生きていたら高校生になっている頃だ。くだらない一枚のチラシだった。宅配専門の高級ラブドール。あいつはそこに娘の成長した姿を見出したんだ。ほら、かわいいだろ。パパ、女の子の服とかよくわかんないからさ、いろいろ買ってきちゃった。店員さんにジロジロ見られたりしてね。あ、これ着てみようか。疲れちゃったよな。そろそろ寝ようか。うん。おやすみ。ありがとう、パパ。
ユリ。あいつの願いに俺は応えた。心の死んだあの男に再び生きる喜びを与えてやったんだ。それでもお前は俺を殺すつもりなのか？弱い人間の幸せを奪うつもりなのか？どんなに幸せに思えても結局は嘘じゃない。嘘はいずれバレるんだからね。ドキドキウェーイブ。後悔するぞ。ただいま。さよなら、パパ。胸一本。ユリ、ユリ、ユリ。よくなるよ。すぐによくなるからね。救急車、救急車呼ばなくちゃ。どうしよう。お母さん、お母さん、大変だ。ユリのこと引いちゃったよ。後ろに立ってたんだよ。バックしたら後ろにユリが立ってて。ユリ、失礼。ユリ、ごめんなさい。ごめんなさい。幽霊ってさ、本当にいないのかな？人は死んだら本当にそれっきりかな？そう、人間は死んだら終わり。きれいさっぱり、跡形もなく消えてなくなっちゃうものなの。それさ、やっぱなんか寂しくない？引きずらないためだよ。ん？消えてなくなっちゃうのは、後に残された人が辛い気持ちを引きずらないためなんだよ。トコちゃん。おやすみ。お、ユリ、おいしいか？たくさん食べていいんだぞ。遠慮なんかしちゃダメだぞ。楽しいな。お母さんも帰ってきてくれたしね。えパパは世界一の幸せもんだよ。ねえ。じゃあいただきます。うん、おいしいな。お母さんありがとう。ほらゆり、ヨーグルト食べなさい、ヨーグルト。うん、美味しいんだ。うん、美味しいな。ドキー、誠、なんとかするドキー。そう、偽証だって。次回、妖怪ピーヨン登場。いろいろ問題作ドキー。ドグちゃん